さて、だいぶここら辺きれいにしてトーチをバンバン置いて明るくしました。ちょっとあそこの村人が襲われないようにちょっと蓋をして、一人いい人見つけたんでここに移住させて、この人ね、石炭持って22個でエメラルドと交換してくれるみたいなんで、ありがたくね、頂戴して、で、こういう村人をここに何人か集めて、そうね、ちょっとした交易センターにしようかなと。で、もっと本格的なのをもうちょっと遠くの方に建てる予定なので、あのスポーナーは生かしておいて、もう村人をあっちの村から持ってくるのはもういないしっていうね死滅しました。あっちの村は絶滅したんで、こっちに移住させてるという計画ですね。あんまり村人をあの近くで補充しておくと、あれが機能しなくなっちゃうんで、まあここに1人か2人ぐらいあったら、まあ多分大丈夫だと思いますけど、ここに雑草があるのが気になるな。ないんだけど、5個もくれたよ。なんか考えてる、なんか新しいの出てきたね。うわー、エメラルド9個でダイヤの斧くれんの、すげえ、すごいいい人だね。あ、それは助かるわ。ちょっとこの人死なないようにやっぱ家にした方がいいかな。ちょっと怖いな、ゾンビくんに襲われて帰らぬ人になってるのは。こちらのラインも引き終わりました。全部鉄を総動員してね、まあちょっとした無駄遣いですけど、かなり便利になるので、あのサプリンって言うんですけど、英語で、それを待たなくていいので、楽ちんになりますね。ちょっとアカシアが多すぎるんで、向こうのなんだっけ、松の木をこっちに移植しようかなと思います。これ 1個でいいやね。で、オークをもうちょっと増やして、白いやつをこっちにやって、松の木を真ん中、アカシアの木ここって感じで。アカシアの木別にいらないんですよね。あんまり色そんなにオレンジで、なんだっけ、あそこのチェスト小屋の中にちょっと使ってみようかなと思ってますけど、ここをね、どうするか。マインカート付き、ん?違うな。ホッパー付きのマインカートを走らせて、落ちてくるサプリをね、なんていうの、苗木を拾って帰ってくると。ここに帰ってくるんですけど、それを、ホッパーを使ってですよ。ホッパーが来た時のみ止まるようにしたいんですよ。つまりですよ、ちょっと掘って、ここ掘ってですよ、もうダイヤモンドがないから壊れないで、今は。とりあえずブロックどっかに置こうか。そうねちょっと待ってください。もうこれいらない、いるよね。トーチいらないね。よし、じゃあとりあえずですよ、まずはホッパーをこっち向き設置で、ホッパーの上にもパワーレールが引けるので、パワーレール引くでしょ。で、ここに来た時に積み荷を下ろすわけですよ。ホッパーが吸い出すわけですね。その時に止まってほしいわけですから、ちょっとまあ後で説明しますけど、コンパレーターっていうのを使うと、よいしょね、ホッパーにアイテムが入った時に信号を出すと。今は何も入ってないので信号は出てません。で、それをですよ、つなげて、で、何も入ってない時は一体行ってほしいんで、これで、もう一つ上に積み上げれば終わりですね。これで終わりですね。積み荷が何もないときは帰ってちょうだいって、集めてきてちょうだいって、積み荷を下ろし始めた途端にコンパレーターが、
回路なんていうのかな、信号を発してこのトーチがオフになって、このドットがね、オフになってここで止まるということですね。さてでどうしよう、チェストをどこに設置するかだね。そっか、これもうちょっと下にやればいいのか。これ今ここでやってますけど、これ全部地中に埋めちゃえばいいんだ。さあちょっとパワーレール持ってきました。ちょっとここのボックスの位置はやめて、パワーレール2個設置した方がいいかな。ここには、はあ、ここは常時オンですね。上がれないかもしれないので、多分上がれると思うけど、いや、ここ常時オンの方がいいな。それでどうすんの、ここに。でさっきやったようにコンパレーター出しまして、レッドストーンも出しまして、コンパレーターをこっち向きで、ブロックトーチで、ブロックで、レッドストーン OK。 これで綺麗にまとまりましたね、地中に。 OK。 それで下ろした積み荷をですよ、下ろした積み荷をボックスの位置を上で決めないとホッパーがつなげられません。ですね、ここから降りてですね、位置はどうしようかな。ここがいい。さてまた続きやっていきたいと思いますけれども、今村人のね無限増殖器付近にいるんですが、この人はコール17個、あーいいですね。ちょっとここにいる人たち解放しましょうか。ちょっとね、今ピースフルでやってたんですけど、そろそろねあれに変えないといけないと思ったんでね、こんな村人をね保護して、あらら、どうした、あれなんか死んだ？まさか。あれなんか死んだらしいぞ。あー、なるほど。ここに埋まっちゃったんですね。了解。じゃあ、私のミスですね。村人の一人失ったぞ。失ったぞ、一人。ちょっと待って待って待って。お前の下にも引いてやるから。ちょっともうちょっとでかいやつにしようかな。ちょっとここ小さいですよね、村人。あそこにも溜まっちゃってるんですよ、マイカーってなった人たちが。一人の頭の上に一人乗ってるというね。ちょっとゴーレムも出てきてくれたんで、多分大丈夫かな。あそこの施設とね、ちょっと干渉しちゃうとまずいなと思ってるんですけど、多分140マスぐらい離れてるんで、多分大丈夫じゃないかなというのは、ちょっと私の簡易的な予想なんですけど、ちょっと楽観すぎかな。もんじゃ、でも向こうで湧いてくれてるんで多分大丈夫だとは思うんですが。一応ですね、ここ広げるまでカット。ちょっとここで詰まって死ぬんだりするんだね、たまに。ちょっとこれを外して、後で木にしてあげる。後でここもね、ちょっと無限増殖器の周り、無限増殖器自体も、ちょっと新しいデザインのものが、クリエイティブの方で出来上がりそうなので、それを導入して村人の交易施設を作りたいんですけれども、その前に、村人の交易システムの、概要ね、をまず考えて、どこに設置するかとかね、そういうのを考えるつもりなんですよね、と。どうしよう。これぐらい伸ばせば多分大丈夫だと思うんだ。さて。ピースフルから難易度付きに変更する前にですね、村人施設の周りをちゃんと
ライトアップしておいて、ゾンビくんを叩くと、なんか、他のゾンビがリスポーンするみたいですよ。それ知らなかった、私。だからあんな次から次へと、なんか、ボコボコ湧いてくるわけですね。めんどくさいシステムだの。なんか、トラップタワーとか作る、トラップ系が作れそうな気がしますけどね。ゾンビスポーナーの周りとかで。今度トライしてみようかな。よし。これぐらい遠くまでやっとけば多分大丈夫だと思うんだ。多分。近いかな、まだ。ここら辺も。だいぶ置いたんだけどな。私別にトーチのね、あれは気にしないんですよ。置きまくってても。グローストーンばっかり置かれるとちょっとねって感じするけど。あ、今ね、卵集めてるんですよね。ぜひね、なんか村人の中に、あれをよこせって言ってくるやつがいるんですよ。なんだっけ、あれを、あれちょうだいって。え、あ、芝生だ。あれ、羊は関係ないよね。ちょっとおいで。あそこにね、鶏を貯めてるんですよ。これおいで。ちょっとここら辺から上がんないとダメか。で、あとでね、羊さん、でっかい羊さん作って、ね、羊毛で。また、お尻から卵出るみたいなシステム、ギミック入れて遊ぼうかなと思ってます。で、今は繁殖前の感じですかね。繁殖で増やす前。また100匹くらいにしますんで。よし。でね、あそこで選別して、今手動でやってるんですね。ここに入れるっていう。で、それを攻撃センターの方でやろうかなと。いう形で、ここら辺を建設予定地にする。今ね、ここ広大なスペースあるんで、ステーキハウスもこっちに移動して、ステーキハウスでしょ？豚のハウスでしょ？で、ラグくなるかもしれないけど、鶏も置いて、まあ、その交易センターの周りを、農場とかで囲んで、よく使うものをここで栽培する予定でございます。で、村人がね、万が一襲われないように、ゾンビには攻撃されないようにこんな風にしてるんですけど、よいしょ、間違えた。でね、この人はすごいの。この人エメラルド渡すとね、コールもこのね、石炭で22個でエメラルド1個くれるのもいいんですけど、まず斧でしょ、エメラルド9個で。で、鉄もあそこでいっぱい取れるんで、8個は安いんですよ、結構。で、これでエメラルド稼いで、で、これでダイヤモンドのね、レギンスくれるでしょ。金はちょっともったいないですけど、で、剣もくれるんですよ、13個で。13個ちょっと高いもんな。で、7個でこれでしょ。で、今ここまで行ったんで、もう一回やってみようか、ちょっと。そろそろね、そろそろもう一個開くと思うんですよ。もう一回攻撃してね、ここにいっぱい溜まって、ほら。ね。もう使えって話だね。ダイヤモンドのレギンス。あと、これも出しちゃおう。もうダイヤで使う必要ないですね、これ。掘りに行く必要。今ダイヤ0個ですけど。これでダイヤモンドのレギンスとこれが手に入って。あとは、ピックアックス。ね、ツルハシくれてもいいんじゃないかな。そろそろ。そろそろツルハシの出番じゃないの。鉄のブーツか。まあいいや。これも開けて。ちょっと待ってね。ちょっと、1個で成功する場合もあるから、ちょっと待ちましょう。で、この変なマークが出てしばらく待つと、すべての空きスロットが解放されるんですよ。ああ、解放されるんですよ。すいません。解放されて、もう、今までのこういう斧とかもね、何個ももらってると、これ、閉められちゃうんですけど、これが開いてまた攻撃可能になります。なので、まだダメか。じゃあもう一個買ってやるよ、仕方ね。ほら。どうだ、鉄のブーツ。ちょうど、ああ、エメラルド。エメラルドなくなった。鉄のブーツ履いて、ちょっと俺のエメラルド返してくれ。なんか開いたろ。来たか。あ、来てないや。じゃあ、この人からまた購入するために、他の人から何か買いましょう。羊毛持ってきて売っ払うのが早いんですけど、もうだいぶ、幸運のツルハシがね、もう壊れてなくなっちゃったんで、だから、今ちょっとね、この、石炭鉱石を貯めてあるんですけど、3スタックぐらい。それを壊すのはちょっと控えてます。じゃあ、羊毛取ってきて、羊毛で、買うか。
戻ってまいりました。羊毛もあそこで死ぬほど取れるんで、もうバンバン、ね、村人にあげても大丈夫なんですけど、ここも先に移動させちゃった方がいいかな。これもね、後で撤去する予定で、ここにも建物が建てられるんですが、村人攻撃センターをここに建てちゃうと、あそこの、ね、アイアンゴーレムの施設と干渉しちゃうんで、それを向こうに建てなきゃいけないんですよ。うん、多分ね、村人がここにいても大丈夫だと思うんですけど、村人を無限増殖させるマシーンを遠くに設置しないといけないので、結局ね、不便になりそうなんで、それはそれで向こうに建てるとして、野菜のあれをここら辺に建てちゃおうか。でもそうするとまあこじんまりしたベースになっちゃうんですよ。全部なんかチリチリになってるような感じで、ネザーゲートで移動するようなものを今回建ててみようかなと思ってたんですが、結局ね、ネザーゲート間移動すると不便なので、いつもこういうこじんまりしたベースになっちゃうんですよ。全てのものが一挙地に集まってるみたいなね。むしろマルチプレイでやるときは、人がよく集まるアイアンゴーレムの施設の周りにいろんなトラップタワー建てたりとか、ね、いろんなものを建てたりするんですけど、 Xbox 版だとね、うん、あとはアイテムチェスト小屋をまずでかいの建てて、その周りを発展する、徐々に広げていく感じですね。ちゅうことでですね、雑談をそれぐらいにして、どれだっけ、どの人だっけね、これ不便なんですよね、ちょっと。あ、この人、この人。羊毛ね、いくつ何人かが取引ができるんで、まず、この人から絞れるだけ。もうダメなの？早くね？早い、お前。で、これ、この人は無茶を言ってくる人ですね。あんまり取引したくないですね。エメラルド1個で嫌でしょ？に、焼き鳥はまあいいとして、これならもう無限に手に入るし、もうなんかボツ、この人はもう、もうお蔵入り寸前ですね。で、この人どうなるか見てるんですよね。本の次、たまにエンチャントのやつが入ってくるんで、エンチャントされた本くれたりするんで、この人ちょっとキープしてるんですよね。本12冊もそんなに高くないので、あそこに、なんだっけ、牛のね、施設があるんで、あとチャコール、石炭か。石炭は17個の人が向こうにスタンバってるんで、それはそれでいいとして。じゃあこの人とまた攻撃してみる？どれだっけ？これ？またこれ買わされるのか。わかったよ。買うよ。ほら。で、この人が新しいのが開くのを待つと。またいいの出ないかな。ダイヤモンドのつらし。つらしこれ、つらし。いらねえいらねえよ、7個高えよ。しかもで、今みたいに×になってるとこれもう取引できないので、新しい一番最新のやつを、やるとまたここは復活するんですよ。うん、なの でこの人はもうちょっとね、もう取っ替えてもいいレベルですね。ちょっとダイヤモンドなんかいいのがね、次々出ればその間は利用するんです。さて、ちょっとね、動画には撮れなかったんですけれども、残念な事態が起こってしまって、ここにいた村人が全員死滅しました。全員ゾンビになってました、帰ったら。多分ね、私、あの存在忘れてたんですよ。あの、ミニチュアゾンビの存在を。なんで、この隙間から入ってね、で、やばい、これ金のリンゴを作って回復させようかなと思ったら、次帰ってきたらもうディスポーンですよ。何それっていうね。まあ私がアホなだけですけど。ちゅうことで、まだここに幸い村人はいるので、ここはちゃんと柵で囲って一応大丈夫ですけど、怖いな、こういうところ。大丈夫か、中で湧いたら終わりだぞ。まあ、ゴーレムもいるし、多分大丈夫だと思うんですけど、ゴーレムは殺さないで取っておきましょう。ピースフルの時はね、ガンガン倒して、美味しい思いをしてましたけど、多分ね、村人の近くで村人倒したり、ゴーレムやったりすると、反感買うと思うんですよね。だからあんまりやりたくないんですけれども。それでですね、まあ、村人が死滅しちゃったのは私のせいなので、ちょっともったいなかったですね。ダイヤモンドのアイテムいっぱいくれる人がいたのに。ちょっと、まあ、しょうがない。それはもう、起きちゃったことなんで、次から気をつけるということで、ダイヤモンドをね、ちょっとなくなっちゃったので、一生懸命探してたんですけど、まあ、ホリホリしてたんですけど、
全然ないんですよね。私今40分ぐらい掘ってたんですけど、ゼロですね。多分。なんだっけ。鉄のアックスを8本 ?9 本使って1個も出なかったんで、もうしょうがない。そしたら、それもしょうがないですね。もう全部しょうがない。ここら辺で湧いたところでっていうところですけど、あとね、ちょっとだけね、内装をいじくったんですけど、ここでも湧くよね。間違いなく。さっき甘く見てた。私。もう声が聞こえる。絶対湧くわ、これ。まあ、頑張ってやってたわけですよ。そうか、村人が死滅しても村人ゾンビを見つけた、ああいうふうな。あれを、ポーションで戻せばいいのか。やばいな、これ。多分ゾンビ増えるだろう。増えたね、今、あそこで。なんか黄色のゾンビいなかった。ダメージ食らうと、何マスかの範囲で湧くのかな、これ。多分。そんな感じだね。暗いところで湧く感じか。よし。で、ちょっと鉄取ってきて、あ、作動してますね。いいこといいこと。ちゅうことでですね、何が出るかな。エンチャントもどっかに移さないと。これもう部屋の中に移すつもりなんですけど、いつか。シルクタッチのピックアックスがなくなっちゃったので、もう本棚を壊したくないというのがね、あって、今動かしてません。よし。いいんじゃない？行こう。何それ。耐久力差って。耐久力差はねえんじゃねえの、ちょっと。困ったね、これ。これ困ったよ。じゃあまた、しょうがない。ダイヤモンドを探す旅に出ますか。ちょっとね、下も変えたんですよ。ちょっと後でまた変えるかもしれないですけど、ちょっと装飾を施して、ここにね、パイプラインを引くわけですよ。ん？いる？誰か。誰かいるっぽいよ。どこにいるんだ？どっかにいるみたいなのかわかんない。ここにね、なんだっけ？あれを引くわけですよ。なんつったっけ？ホッパーをここに2列敷いて、帰ってきたらここにポコ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 捨てられるようにして。で、それはアイテムの保管庫へずっと流れていくような。もう本当にね、もう3スタックは必要な感じですよね。ここから上に上げる通路だけで1スタック使いそうなので。ドロッパーはね、別に赤石とレッドストーンとあれがあれば OK なのでいいんですけど。よし。荷物の整理してから来ればよかったか？じゃあもうちょっとホリホリさせてください。おう！ついに、ついに来た！ダイヤモンド。長かったな、おい。この隣のレーンでね、X が今459でしょ？ X が600まで掘ったんで、隣のレーンで約500マス、こっちのレーンで約300マスなんで、800？ 2400ブロック削ってやっと出ましたね。長い戦いだった。よし。とりあえず、あと1個だけあれば、ツルハシ、ピックアックスね。ツルハシは作れるんで、あと他は幸運が出た時に取っときましょう。いつ出るかわかんないんで。下に溶岩とかないか確認して、丁寧に削りましょうね。よいしょ。多分大丈夫だろう。なんだ、3つか？ 3 つしかないのか。残念だな。取り逃しがないようにしっかり確認。もう次いつお目にかかれるか。全くわからないので。よし。OK。じゃあ、あと1つだけ削って。よし。赤石とかちゃんと出るんだけどな。もう土なんてもう死のうだろうからいいや。コーンそろそろ出てほしいな。もうレベル39回、10回やってるはずなの。十数回はやってるんじゃないの？さあ。来いよ。いでよ、幸運。最初の数字がね、高い方がいいような気がするんだよね。8位やってみる？なんて耐久力差なんだろう。舐めてやがるな、ちょっと。さて、動画のね、巻末特典といたしまして、今回、木のね、
ファームね、農場で使ったアイテムを輸送する、ね、トロッコによるアイテムの運搬装置についてちょっとお話ししておきたいと思います。動画の中ではね、木の農場を最後までお見せすることができなくて申し訳ないです。ちょっと動画が切れていてね、また付け直すかもしれないですけれども、あちらの方ね、移動してちょっとね、別なところにする可能性があるので、またその時にね、ご紹介できればなと思います。今回ね、作ったのは、下ろすところだけだったんで、実際ね、積み荷を入れるところと下ろすところの作り方を簡単にご紹介しておきたいと思います。こちらも何に使えばいいかというとですね、完全自動化できるものに使うとより便利になると思ってください。例えば、サトウキビとかね、キノコもそうかな。あとは、そうですね、農場系ですね、自動農場とか、あとは、そうです、スライムのね、スライムボールを取る施設とか作れたら、それを完全自動化できますんで、そちらの方の、ボールのね、輸送に使うことも可能だと思います。その他にはね、ブランチマイニングして地下でね、アイテムが溜まってしまって、上に戻ってまたチェストにしまってなんでめんどくさいので、このシステムを入れておくと、地下でね、アイテムをチェストの中にしまうと、勝手に上に持ってってくれるみたいなね、ことも可能だと思います。ちょっとね、線路を引くための穴掘ったりする手間はかかりますけど、一回敷設してしまえば、あとは楽ちん楽ちんみたいな感じなのでね、いろいろ応用が効くと思いますので、参考にしてみてください。他にもね、アイテムエレベーターっていうね、ドロッパーを使ったものとか、いろいろあるんですよ。ただね、なんていうの、赤石、レッドストーンがちょっとコストがかかったりするっていうこともあってですね。そんなに、私あんまり好きじゃないんですよ。クロック回路って、なんかカチ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 音がするようにしたりとかね、したりする感じでね、私このマインカードシステムの方が結構好きですね。一回敷設しちゃえば静かなので。ってことでね、具体的に見ていきたいと思います。こちらのチェストに繋がってるホッパーは、積み荷を入れるとこです。向こう側は積み荷を下ろすところ。積み荷を下ろすところのご紹介はしました。ちょっとね、回路コンパクトにしたので、それも合わせてご紹介したいと思います。こちらのチェストにね、アイテムを、例えば、何個入れよう。ちょっとすぐ割っちゃうんで、この距離だと。12個入れてみます。12個入れると、パワーレルがオフになって、ここで止まって、積み荷を全部入れ、ホッパーからね、入れ、終わると走り出して、で、こっちで止まって、積み荷を下ろして、このチェストに、今入ってますね。12個入りました。で、また走り出すというのが、システムになってます。で、こちらの方は、なんていうのかな。動きっぱなしでもできるんですよ。ホッパーをね、何個か並べておけば勝手に吸い出してくれる。走ってる間にね。ただ、完全に止まって、完全に下ろしてっていう方がなんか私は好きなので、こういう形を取りました。ってことでね、あちらの方で実際作ってみたいんですけども、テイクが重なっていて壊すの忘れたんで、ここで一回切りたいと思います。すいません。すいません。ちょっと壊してきました。これ実はテイク3なんですよ。ってことでね、積み荷を入れるところからご紹介したいと思います。止まってほしいところにパワーレールを置いてもらって、こんな感じでね、ラインが繋がってると思ってください。で、ここで止まってほしいというところの横にブロックを置いて、ここでね、ピタッと止まるわけです。で、こちらの方はね、ホッパーとコンパレーターが必要なので、コンソール版で遊んでる方は次のアップデートで入ると思います。その時にね、お楽しみ、作っていただければと思います。ちょっと、予習がてら見ててください。ホッパーはね、積み荷を入れるところは線路に向かって、ちょっと上ですね、これはね。これがね、難しいんですよ、なかなか。線路に向かって、こんな感じですね。ホッパーが伸びていて、ここにね、チェストがあったりとか、回収するね、ものがあったりして、アイテムが流れてきます。で、このホッパーにアイテムが入った瞬間に、ここのパワーレールをオフにしたいということなので、ここにアイテムが入ってますよってことをね、感知するためにコンパレーターというものを使います。コンパレーターはね、アイテムが入っている時に信号を出すという形になってますので、コンパレーターが、アイテムが入った途端にオンになって、で、次にブロックがね、置いておけば、そのブロックに伝えてくれます。で、実際は、これをオフにね、したいので、通常時はオンなわけですよ。ここに何もホッパーにアイテムが入ってなければ、オンにしておきたい。で、アイテムが来た時に、オフに変わるということなので、反転させなければなりません。今だとね、オンに変わってしまうので、
それをねオフにしたいということなので、トーチを置いてください。でその上にブロックで、トーチから来た動力を上に持ち上げます。でその横にパウダーをね置けば、何も入ってない時はオンになって、ホッパーにアイテムが入った同時にねオフに変わると。入れてみましょうか。1個青い羊毛2個入れます。そしたら、オフになりましたね。そうするとここで止まると。でホッパーの中からアイテムが全部吸い出されたらまたオンに戻るので、ここに溜まっていたマインカートは横にあるブロックとの反発を利用して自動的に走り出します。はい。で次は積み荷を下ろすところですね。こちらの方は動画で、ご紹介したので簡単にしておきたいですけれども、ちょっとねシンプルな回路になもうちょっとねスッキリしたのでそちらの方をご紹介しておきたいと思います。向こうの方はね、地面に直接、パワーレールを敷きましたけれども、今度は吸い出したいので、ここのねチェストにアイテムを吸い出したいという時はまずチェストまでのラインを引っ張ってください。ここでいいかな。はい。でここで止まってほしい。このホッパーの上で止まらせるってことも可能なんですよ。この上にね、こういう風にパワーレールを敷けるので、で、この上に来た時に止まってほしいということなので、またコンパレーターでここにアイテムホッパーにねアイテムが入ったと同時に下のホッパーが上のねチェスト付きマインカートじゃなくてチェスト付きトロッコ、私マインカートって言っちゃう申し訳ない、チェスト付き、トロッコからアイテムを吸い出した瞬間にね、このパワーをつなげるという形になるんですけれども、こっち側にするとね、もうちょっとシンプルになりますので、もちろんね積み荷を下ろした後はまた走り出してほしいので、この横にはブロックがなければなりません。ブロックがないとね走り出さないんですよ。トロッコって動力がないとね、動力というか人が押したりブロックとの反発を利用して走り出すのでね、ブロックが必要だと思ってください。で下にあるコンパレーターからまた向こうと同じようにブロックにつなげて、上にトーチを置いてまた反転させます。でこんな感じでね、またブロックのトーチの上にブロックを置いて、トーチじゃなくてレッドストーンパウダーを置いて終わりになります。こちらの方はね、こんな感じでまた通常のレールでつながっていると思ってください。そしたらね、ちゃんと積み荷が下ろされるとご理解ください。ということで使えるところでね使ってみると結構便利なので、またアイテムねエレベーターとか、次の機会でご紹介したいと思います。また次の動画で。